ワンボールの真正面に当たる。皆さんの中で配置にトラブルがあって、上手い人は簡単にトラブルを処理するのに、自分にとっては難しいって感じてる方いらっしゃいませんでしょうか。そこで今回のテーマはキャノンショットを使ったトラブルの突破方法を僕の経験を踏まえて解説させていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではビリヤードのテクニックを余すことなく解説しております。ビリヤードの意識の高い方や、これから意識を上げていきたいっていう方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、それでは早速やっていこうと思います。まずはこの配置、まあ、僕が思う結構基本形的な感じです。はい、考え方から説明していくと、まずはストップショットを基本に考えてあげるっていうのが一番大事だと思っていて、まあ、狙い方こうですね。ポケットの真ん中からシュートしたい球を9でつなぐ。でその延長線上に7番のボール1個分ぐらい、まあここは当てるところですね。要はイメージボールのところ、これぐらいをつないであげる。で、この9、テンボール、手玉が通って、こっから、この最初に当てたいボールに向かって90度。ここ。これが言ったら逆に、こうでもなく、これだと90度って、こうなると思うんですけど、下でもなく、ちょうどこのポケット、テンボール、手玉、的、最初に当てたい的玉、第一的玉ですね、とちょうど直角90度になるように見てあげる。イマジナリーポイント、イメージボールの中心の真下に球先を合わせてあげる。もう狙う点ここです。ここです。はい、でここに対してこうストップショットで当ててあげる。なので同点はストップショットの同点。なので強く突くんであればできる限り真ん中に近い同点やし、弱く突くのであれば下目の同点になってくると思います。まあ、なんせ9、ボールのアクションは7番に無回転で当たること。その同点をつけたら 95% ぐらい入ります。これはしっかりここにね、狙えることができたらほぼほぼ入ります。これからの90度からのここにストップショットで当てる。いきます。こんな感じかな。では次、この配置やっていこうと思います。まずこの球の考え方でいうと、さっきとそこまで変わらないんですけど、まあ、90度に、まあ、厚みはだから90度に動かすっていう球ではあります。で結構多分見た感じめっちゃ難しそうに見えると思うけど、まあ、これの考え方でいうと、5番が結構レール際にあるので、まあ、引っ掛けてクッションから当たっても、まあ、直接当たっても結構入りやすいので攻めた方がいいっていう考え方にまずなると思います。狙い方も、まあ、先ほどとそんなに変わらず、なんか90度ですよね。まあ、これが直接当てる厚みであれば、これに対して90度だし、ここに当てればいいし、まあ、引っ掛けていくにあたっても、まあ、この辺りだしっていう、結構この、厚みの感じ、まあ、ここでもいいし、ここでもいいし、ここでもいいしみたいな、結構厚みがアバウトでも入りやすいキャノンになります、これは。
だからこそ攻めた方がいいよねっていう配置です。同点は、まあ、これもさっきと一緒やねんけど、ストップショットの同点なので、強く突くんだったら真ん中付近だし、弱く突くんだったら結構下目っていう感じなんですけど、その同点的にはひねった方がいいです。ひねった方が引っかかった時にも引っかかりやすいというか、まあ、同点、もちろんストップショットやけど、さっきと違うのはひねりをたくさん使った方が入る確率高なります。はい、結構ひねった方がいい。もうひねれるんやったらだいぶひねった、まあ、マックスついてもいいぐらい、ですね。で、ひねりの感じとしてはもう完全に横回転、要はストップショットで、ストップショットの同点だから、ここで無回転の感じでひねりだけ横回転で、まあ、こういう感じで横回転でこう回ってるぐらいで、こうゆっくりこう当たった方がいいですね。これがなんか上目で当たったりとか下回転で当たったりとかすると外れやすいです、逆に。だからストップショットやけど完全真横の回転で当たると、まあもちろん厚みにもよんねんけど、ほぼほぼ入る。だから狙った方がいい。はい、じゃあ1回いきます。さあ、僕はこれぐらいで結構ひねるかな、これぐらいかな。今めっちゃ良かった。では次、この配置です。手玉この辺か。考え方としてはこれ、まあ、もちろん8番を入れるんですけど、8に当たってしまうとファールになります。もちろん、はい、なので結構、まあ、見た瞬間に諦める人多いけど、実際結構入る隙間が、手玉が入る隙間があったりします。でも普通にこの状態で、当てたとしたら絶対8番はタンクションにこう外れると思うんですよ。これが普通やし、まあ、理屈的にそうやなってなるんですけど、でこれを、まあ、入れるために、実はこれ、まあ 僕の経験上ですよ、僕からしたらもう即死です。死んでる、もうどないついても入る、まあ、どないついても入るっていうか、同点ね、しっかりその同点ついてたらどの辺当たっても基本入るっていうぐらい即死玉です。はい、同点はまあ、ストップショットでも上でもどっちでもいいかな。引かへんかったらいいかな。左、同点左。左をマックスついて、左をマックスついて、6番の大体2分の1ぐらいの厚みぐらい。2分の1ね。2分の1だとちょっと危ないかな。なんかまあ、まあそれぐらい。に適当に当てといたら、ひねってさえしたらもう絶対入る。スピード弱く、スピードはめっちゃ弱く、でもひねりたくさん、もうキュキュキュって、まあ、なんかなんていうの、こういう感じで当たる感じ、こんな感じでピッて当たったらチャッて置かれるんでぐらいの感じで、ひねりたくさんですね。もう端つければつけるほどいいと思います。一番そうですね、気をつけるのは弱くスピンたくさんで、6番に対してまあ結構厚めに、少しでも右に当てたら球入る。多分これ外したら笑われる。一回やってみます。もうほんまに同点これぐらい、笑われるね。でも厚みはもう完璧、厚み完璧。ちょっと弱かったわ。でも真ん中向いて言ってたでしょ。うん、ちょっと弱かったな、弱すぎた。
ちょっと弱すぎた。なんか構えたらちょっと嫌やった。じゃあもう一回いきます。はい。もう確実に入るから。同点傾向これぐらい。ついていいですか？つきます。今みたいな感じ。はい、じゃあ続いてこれ最後の、実践になります。はい、でこれ、考え方としては。今までやってきたキャノンの概念は基本通用しないかなっていう球です、はい、っていうのが、まあ、90度分離とかそういう話じゃなくなってきてるキャノンなんで、90度では基本入らないですね。もう4番に当たらないまであるんで、だからこれは狙い方としてはほぼほぼワンボールの真正面に当たるで狙うんですけど、まあ、もちろんこのワンボールのこっちですね、まあ、に当たったらもちろん4番に当たらないんで若干こっちにみたいな感じですぐらいすごい難しいし特殊でも入れれないことないよっていう感じで、同点は、左です。左マックス、左マックス、右ついたら 100% 入らないです。でスピードも、スピードに関してはスピンをたくさんかけたいので、これもそんなに強くなくていいと思います。真横のスピンがしっかりこうかかる強さ、こういう感じでかかる強さ、真横スピンでこう当たってあげるとより入りやすいのかなと思います。なのでこれはもうめっちゃ難しいから、もうひねりの感覚とか厚みの感覚とか押し抜きの感覚とかっていうのを何回かついてやってもらう方が早い。でも入れれなくない球やから、なんかこうおまけとしてでもやってみてほしいかなと思います。ボールの動きって、あ、こんな動きすんねやみたいなのも多分分かると思います。実演、はい、これ一発で入れたらまあすごい、ほんまほぼまっすぐやけど、マジかって言い聞かせながらつきます僕は。真ん中やねんな、これ真ん中ちょっと大コーチ、でもやりすぎたらあかんしなみたいな、これぐらいかな、こんな感じ。次回はキスショットの解説を予定しております。キャノンがなんとなく分かってきたっていう方や、ビリヤード絶対上手くなってやるんだって方はぜひいいねやコメントよろしくお願いいたします。バイバーイ。